はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、川のせせらぎを聞きながらお送りしようと思います。違うって。そうなんです、お魚釣るまで帰れません計画発動した翌日になります。わびしいカップラーメン一杯でなんとかしのいで、車中泊をして、汗をかいたのにもかかわらず、お風呂にも入れず、釣りをしております。皆さん結構ね、簡単に釣れるよっていう感じで見てると思うんですけど、まあ確かに簡単には釣ってますけど、釣り続けることが難しい。これほど大変なことはないですね、釣り動画において。っていうのがやっぱり、自然相手なんで、人の都合で魚がなかなか餌を食べてくれないっていう場合があるんですよね。なんで、人がどれだけ努力しても身にならないことがあるんですよ。やったことが全て無駄になる。それがまあ人間界であればですね、ある程度、やったことの意味、まあ勉強にしてもそうですけど、まあやればやった分だけ返ってくるじゃないけど、そういったものがあるんですけど、自然界を相手にするとですね、どれだけやっても、どれだけ努力をしても、無駄なことがあります。はい。皆さんもそれをご理解してください。まあ昨日釣ったポイントは、全然未知数というか、知らないところ、まあ基本的に、今僕が行ってるところっていうのは当然初めてのところが多いんですけど、まあ少しずつですね、情報は手に入ってきて、まあ実際に魚釣ってみてですね、この辺にはこういう魚がいるとか、なんとなくは分かってきたんで、まあ今回もですね、安牌じゃないんですけど、まあ前回釣ったことがあるところで2日目はやってみようと思います。今日はおそらくなんですけど、釣れるとは思ってます。何かしら、マダイなりなんなりがね、釣れるとは思ってるんですけど、まあ実際釣れるかどうかは動画を見てください。それではどうぞ。はい、皆さんおはようございます。今日もですね、船で出てきております。今日は釣るまで帰れます。リベンジ編です。まずはこの辺からやってみようかなと思います。今日の仕掛けなんですけど、 P の 0.85、 これにハリスが今度は 2.5 号まで下げました。で、ジグがこれ20グラム、10グラム、20グラムのジグですね。はい、今なんか魚探には出ておりますね。これね、魚探の向きとかあるけん、ね、魚探には反応が出てるけど、魚探はこんな感じで今出ちょると思います。これね、向きがわからない。魚探の向き、右か左か、今ちょうどマズメで回遊には当たると思うけど、岸寄りで。このタイミングで一匹取りたいのは取りたい、この竿で。
さを一応コブダイの70センチを釣っとるけ、アモの楽勝でしょ。しかもね、根に入らんとなりゃ、そりゃあ 2.5 ぐらいでも取れるでしょ。時間かけりゃ。勝手な私の推測です。どんな誘いがいいんだろうとか、青物とか誘いとかによっても違うんじゃないですか。反応消えたよ。おいって表層はまだ出とるけどね。何の群れ見て見て、めっちゃ出とるよ。出るんだけど釣れないから、餌はあるってことかな。やっぱで全然真下に俺投げてないし、ね、魚探見ながら餌釣りだったらなんか釣れとんだろうな。サビキとか入れたり、そういう意味じゃちょっとサビキ釣りとかにシフトしてかなきゃね。このまま坊主で終わるわけにもいかないし。いやでもこの辺カモメが結構乱舞しようよね。その辺可能性あるのか。おお、またなんか重たくなった。なんか来たよ。でもこれもちっちゃい。タイとか。来た来た来た。来たのはありがたい。嬉しい。しかも魚探の反応やっぱないところで来た。大丈夫かこれ。コン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 。チ、マダイ。チヌっていいですか。マダイか。やっぱ。大体釣れた魚の系統からするイサキかマダイか青物じゃない。この引きはコンコンコン、マダイかな。やっぱり俺の予想、定番マダイかな。はい、その通りでございました。はい、どうぞ。また来た。マダイかな、これ。この群れ全部マダイだね。多分マダイの群れだわ、これ。いや、でもネザかな。戦うんだ、これ。よいしょ。で、違ったら笑うけどね。イサキとかだったら嬉しいけどな。全然違うよ。次メバちゃん。はい、全然違いました。そっか、ここ最近というか今日この2日間メバちゃんのあれもあるんですね。坊主はないにしてる、ね、一応釣れるのは釣れたんだけど。目しか食わねえ。下手したら夜、夜しか食わないじゃん。やばいやばいやばい、なんか来たよ。
そらく海藻だね、これは。お、お、なんか来た。やった、やったやった、これ青物じゃない、やった最後の最後で、どんどん回ってこい。今の走り方、青物とかじゃない。やった、マジ嬉しい。サイズは小さいけどね、めっちゃ小さいと思うけど。うん、やったよ、ついに初なるか、ボートで青物初ゲットなるか。絶対見なさい。うわ、こういう時に限ってあえてクラスやね。サイズはちっちゃいね、回し入れ方だとボートを振り回すぐらい。イサキじゃんね。皆さんすいません、私すごい間違いをしてました。ナイスサイズのイサキだった。逃げるな、逃げるな、よいしょ、やった、帰ろう。あれ出した。俺が魚かけたら海が怒り出したよ。かけちゃいけんものかけたらしい。すいません。うま。めっちゃあれ出した。やばいやばい。やばいやばい。やばいやばいやばい、マジやばい、やばいと言いながらもう一頭だけ、やばい。いや、速攻じゃ、これはもう帰ろう。速、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 これだけ張り出した。くそ、なんで前触れ、何か俺が魚釣れたら海が荒れるとな。よし、すぐそこだけども急いで帰ろう。よいしょ、よいしょ、やばいやばい、あれ出した。帰るで、急げ。よし、魚探には出るけど、それでは急いで港に帰ります。お疲れ様でした。こんな状態で帰ります。今日の超過になります。イサキ30後半ぐらいかな。メバル20オーバー。抜きして帰ろう。よいしょ。
はい、皆さんお疲れ様です。いやー、やりました。イサキが1匹とマダイが1匹、そしてメバルが1匹釣れました。いやー、でもね、ほんま今日も紙一重の戦いだったなと思います。まあ、一応勝手知ったるポイントにはなりつつあるんですけども、予報ではベタナギもう荒れないっていう予報だったんですよ。で、風も無風、無風じゃないか、まあ、でもほぼないような感じで、もう今日めっちゃ最高な釣り日和じゃけえと思って、まあ釣るまで帰れません計画で、とりあえず1日延長して釣ってみたんですけど、予報と全然違ってですね、終われまあ動画見てもらったら分かると思うんですけど、もうイサキを釣ったところなんかは本当にもうボートの中に水が入ってきてもおかしくないぐらい、そのぐらいの荒れ具合でした。なんでもう本能でこれはちょっとやばいと思って、急いで釣りを中止して帰ってきました。そしたらまあ案の定雨も降り出したし、まあひょっとしたらまたね、このまま時間が経ったら、1時間とか経ったらベタなぎになるのかもしれないんですけども、まあとりあえず今日は魚も釣れたんでですね、あえて無理をしてね、これ以上釣りを続けるメリットもないなと思って潔く撤退しました。ということで、まあ今日もですね、とりあえず釣るまで帰れません計画なんとか達成しました。イサキが釣れて、マダイが釣れて、メバルが釣れました。なんで今日は安心して帰って酒を飲もうと思います。まあお土産としてはね、マダイとかイサキは喜ばれる部類の魚には入ると思うんで、まあこんな感じで今日はお魚を釣ることができました。また次回どうなるかちょっとわかんないんですけどね、まあ、しばらくはちょっとボートも極めていかないといけないんでね、オフショアこの辺を頑張って突き詰めていきたいと思います。それではまた、バイバーイ。で、皆さんご視聴いただきありがとうございます。おすすめ動画はこちらになります。チャンネル登録はこちらになります。バイバーイ。皆さん見てくださいね。バイバーイ。バイバーイ。